はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和幸様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。2018年12月の韓国海軍による自衛隊哨戒機に対する照準レーダーロックオン事件について、韓国元国防大臣が日本政府にレーダー照射は事実、ムンジェイン・ブンザイトラ大統領がなかったことにしろと命令したと説明していたことが判明。だからっつったって大統領の命令じゃしょうがないねってはなりませんよね。これ産経独占記事なんですけど、まあ他のテレビ新聞がこんなことを報道するわけもなく、産経はですね、なんでうやむやにしたままなんだか自衛隊と韓国軍の、共同とか始まっちゃってみたいな、不満たらたら、だったらしょうがないねってなったらさ、こんなの許してたら、辞めた大統領、前の大統領のせいにして何でもできって思わない？何でもこんなの許してたらさ、けど自民党は許しちゃったんだろうな、これな。じゃあしゃあないね、なんです。そんなの許したら前の大統領のせいにして何でもやるじゃん、こいつら。ああ、なんなんだって話なんですけど、世論です。知ってた。判決を言い渡す死刑。ムンが隠蔽指示ならレーダー照射指示は誰？そんなことだろうと思ったわ。軍の上は右往左往してそれぞれ適当な言い訳した後に、政府がレーダー照射時代なかったって言い出したあたりの話かな。辞めた人間に 全責任を転嫁、まあ分かっていたがとうとう出てきたか。陰でこそこそ土下座して表で偉そうな顔すんのはあいつらの仕様。外国からも韓国側の説明はありえんと言われてた。各国軍事関係者動画で爆笑。永遠に嘘つくしかないんだよな。政府だけじゃなく軍まで嘘つきと分かった。そんなこったろとは知ってましたけれどもね。やったやってない自衛隊が威嚇したからって証言が2点3点して前言と矛盾するんで自分でも何言ってるか分かんなくなったのかなどと言われておりました。苦し紛れにありとあらゆる嘘ついてね、こっち側を混乱させる嘘弾幕戦法なのかと思ってましたけれども、韓国軍の上部組織の米軍がデータ共有してるんで、今更自衛隊とともに挙げれてんじゃないですかね。政府のみならず軍も嘘つきと判明してよかったんじゃない。これじゃあ共同訓練って永久にお断りですよね。竹島軍事占領してる敵国でもあるしね。大体ねムン大統領がなかったことにしろって言ったって、軍はだってもうデータ取られてますよって、映像も公開されちゃってるし米軍にも渡ってますよって言えなかったんかね。なかったことにできないですよ、とてもとてもって言えなかったんですかね。そんなに大統領って偉いの？事実を並べても、いやそれでもなかったことにしろって文がバカで言うこと聞かなかったのかな。ちょっと謎ですけど、責任転嫁の、風習っていうか文化というか、これ許してたら今大統領ユンでしたっけ、ユンの大統領変わって、ユンがそう言ったからみたいな言い訳して、これを許してたらね、何でも許されることになっちゃうよ。自民党はそれ許すなよ。大統領が変わったから何だって言うんだ、だってお前ら政府としてそれ言ってたじゃないかって、言いなよって話ですね。よっぽどね金だか女だか自民党議員に握らしてんだかわかんないですけど、相変わらずニコニコ動画はダウン中。ニコニコプレミアム、やめたくてもやめれないなんていう悲鳴が上がっておりました。システム構築したエンジニアの初期メンバーはドワンゴに呆れて出てっちゃっても誰もいないそうで、経営陣がおじいちゃんばっかりのですね角川傘下に入ったのが運の尽きだったんでは。今までの動画が全部消滅、復旧は7月以降、復旧無理で一から作り直しなどの噂が飛び交っております。クレカ情報や口座情報は大丈夫ですってアナウンスしてますけれども、全く信じられないですね、なんだよね。6月14日恋の税金滞納、今日の午前中ですね、禁錮刑で永住資格取り消しにできる入管難民法改正が可決成立。それと同時にですね、外国人実習制度改め育成シールド制度も可決成立してしまいました。
立憲共産などが反対と。育成就労の方は立憲共産はいいんじゃないのか、外国人を入れたいだから、こいつらは世論です。当たり前のことやっとできたか。結局移民推進だな。つまり移民制度開始、二重国籍も対象にしろ。めんどくさいいつもの連中がギャオギャオしそう。そういえば実習制度を始めた時もこんな感じだったな。法律を守らない連中は叩き出すのがグローバルスタンダード。さっさと2回以上難民申請している偽装難民追い返せよ。永住許可を永住権と報道する TBS。 誰が判定するか知らんけどガンガン頼むわ。パヨが騒ぐことが正解なのは今や常識と。永住資格取り消し本当にできるのか。いざとなったら尻込みするんじゃないかって意見ありましたけれども、恋の税金、社会保険料滞納イコール脱税で有罪判決ってことですから、尻込みしないんじゃないかな。禁固刑、これも何回やらかして有罪判決後のことなんで、別に尻込みはしないんじゃないかな。掲示板やツイッターでパヨが発狂してました。例のごとく、特定秘密保護法や共謀罪の時のようにですね、決まる前と決まった直後は騒ぐけど、そのうち忘れて静かになるんじゃない。そのうち新しく騒ぐネタまた出てきて、そっちにかかりきりになるんでしょうからね。詳細が不明だった育成就労の内容が書かれてました。受け入れ後の就労期間を原則3年とし、その後長期就労が可能な特定技能に移行しやすくします。つまりですね、特定技能で在留資格っていうのの窓口になるみたいなんだな。介護、農業、漁業、林業、運送などの不人気職で働けば家族同伴で無期限に滞在できる特定技能の窓口として機能するのが育成就労制度みたいなんですよ。自民党擁護派はどう言い訳するのか知らんけど、全くの移民推進ですよね。病気になったり勤め先が倒産したりして仕事しなくなってもよ、この不人気業界で仕事しなくなってもよ、日本で子供が生まれて学校行ってるだろ、ごねまくって帰らないよこれ多分。旦那が漁師やってたら妻も子供も祖父祖母4人も夫婦の兄弟たちも日本にいられるっつうね。誰か一人不人気業界で働いてれば、イスラムなんか10人家族とか普通だっつうしね。不人気職もどんどん拡大させきって、そのうちですね、何かしらで働いてればいさせてやるってなりますよ。安倍さん亡くなってからの自民党、タガが外れたようにグダグダですねこれね。そもそもなんで日本人が外国人を育成しなくちゃなんないんだ。自民党はですね、外国人は競争相手だって全然分かってないですよね。国家には友人はいない、あるのは仮想敵国だけだっていうのは誰が言った言葉だっけかな。イギリスの首相だったかな、名前ど忘れしちゃった、チャーチルか。イタリアサミットで G7 がウクライナに500億ドル、7.6 兆円を支援することが決定。原資は各国が凍結中のロシア資産、46兆円の利子などを充てる予定。日本も8兆円ばかり凍結してましたね。当初は米国が単独でですね、7.6 兆円出したるわって言ってたんですけど、G7 がですね、うちも出すわ、出しますわって、これに乗った形だそうであります。世論です。戦争中だしな、資産没収でいいだろ。ロシアもこんなことになるとは思ってなかったろ。国連の非難決議の効果かな。そもそも日本のガス田から盗んだ金だし、なんかサハリン2とかいう大規模開発、カラフトのね、それでなんかずるいことされたみたいですね、ロシアに。侵略戦争を起こした制裁だ。戦争ってこういうことだよね。掲示板ではロシア擁護派が発狂しておりました。そんなの泥棒だろうとかなんとかね。ゼレンスキー大統領もサミットに出席して、日本とですね、長期安全保障協定、日中長期安全保障協定に調印。これで北方領土の不法占拠続けてるんで、日本と一切のですね、平和協定、平和条約を締結してない。厳密には未だに戦争継続中のロシアとはえらい差つきましたね。ロシアの国家予算は約50兆円程度で、最近は戦争に18兆円つぎ込んでるんだって。国家予算の3割強、46兆円分の資産凍結されたのも痛いが、利子没収されてですね、利子まで没収されるんだったら元本も戻って
来そうもないなっていう、動きも痛いでしょうね。ロシアはウクライナに行けば歓迎してもらえてすぐ土地を我が物にできると思ってたか知らんですけど、頑強に抵抗されてですね、まさかこんなことになるとは思ってなかったでしょ。一月で終わるっていうとか思ってたでしょ。ロシア国内で戦争継続を支持するのはですね、テレビしか見ない情弱の、強かったソ連時代が忘れられない高齢者たちだそうであります。若者はGoogle 使えなくなっちゃって大迷惑してんじゃないの。定年退職、年金生活突入などで2024年度に住民税非課税となった世帯に10万円給付します、決定しました。18歳以下1人につき5万円上乗せ給付。まあ、あの年金世帯だと、まあ、住民税非課税世帯ってほぼ年金世帯なんだって。まあ、そういうとこだと、あの18歳以下の扶養の子供いるとこは少ないとは思いますけれども、昨年は定額減税できない、そもそも払ってねえからできない非課税世帯は7万円配りましたけれども、10万円もらえるのは新たに非課税となった世帯だけで、昨年もらえた世帯は対象外だそうであります。支持率低下に合わせてばらまきに精打してますね、バカメガネね。世論です。今年貧乏になった人が対象ってこと？選挙が近いんですか？またしても住民税非課税世帯の勝利、働けなければ勝ちが加速してるな。中間層どころか底辺に近くてももらえない。でこっそり健康保険料上げます。そして増税が待っている。結局自民がやるのは高齢者にばらまきばっかりと。そりゃ高齢者の方が熱心に投票に行くし、投票してくれる人のために働くのは政治家にとっての正義だし、まあしゃあないですね。若者にですね、投票行かないとどんだけ損かっていうのを、教えてもまあ難しいだろうな。住民税非課税世帯はほとんど年金生活の世帯であります。この人らは今まで長い間、納税してですね、休みに入った状態なんで、まあ、ずるいとかいうのはちょっと違うと思いますね。豊島区は独居高齢者率世界一でして、65歳の一人暮らし世界一。日本人は26万人しかいないのに非課税世帯が10万って聞いて驚いた。あ、どうやってんのみたいな。まあ、あの法人税、池袋と巣鴨が稼いでくれるみたいなんですよ。法人税とか、何、個人からじゃなくて、店や会社からで、豊島区は持ってるんです。去年もらった世帯は今年はもらえないって、今年もよこせって、あの不公平感が出そうですね。選挙前のばらまきじゃなくて物価対策ですかね。物価対策なら消費税減税が最も効果的なんだが、増税メガネがそれをやるわけもなく、岸田の脳みそにですね、減税っていう単語インストールされてないな、多分な。心筋梗塞で生活保護となった50代男性、生活保護費の他にストーブを買う金1万3500円よこせ、札幌地裁で行政訴訟。ストーブ壊れたから1万3500円でストーブ買ったんだって、その分の金立て替えてんだからよこせっていう訴訟みたいであります。暖房がなければ死んでしまう、気温5度で寝るのは辛いとか言ってるみたいであります。ストーブを自分で買い替えたため使用を制限せざるを得なかった、全くの意味不明なんですけど、どういうことだろう、なんだろう。灯油買う金なくなったってことなのかな。生活保護費ってそれも込みで支給されてんじゃないの。酒とパチンコで使っちゃったんですかね。心筋梗塞だから酒は飲まねえかな。パチンコで使っちゃったんですかね。世論です。焚き火でもしてる、なんか壊れるたびに請求するようになる、普段から節約しとけよ、だったらなんで北海道に住んでる。その分も込みで支給してんのにパチンコとタバコに使ったよね。保護費と別にストーブ代よこせってごねてんのか。ストーブの金はなくても訴訟する金はあるんですね。裁判費用があるなら買えるだろう。ストーブ買う金はないけどパチンコはします。他の人は支給された分でやりくりしてんだぞと。豊島区の共産党議員がやっぱ同じこと言ってました。生活保護者がエアコン買い替える金出せってごねてました。生活保護の家庭がエアコンを買い替える金出せって、夏を前にしてね。
豊島区に迫ってましたけれども、厚労省にダメって言われてるんでダメですって速攻で拒否してされてました。全国どこでも同じことを要求してるし、この人の背後には共産党もしくはそれに近しいとこがついてんでしょうね。ストーブ買う金ないのに提訴できるっておかしいですよね。支援団体がついて訴訟をそそのかしたんでしょう。一審では敗訴したようだが、これ認めたらですね、毎年毎年エアコン買い替えた、ストーブ買い替えた、テレビ買い替えた、なんぞかんだって嘘ついて金請求するようになりますよね。裁判官の脳みそがまともなことを切望いたします。連合会長吉野さん、共産党が支援する蓮舫は支援できない。連合事務局長、まるで共産党候補受け入れられない。支援するかどうかを連合東京に丸投げしたんですけど、連合東京なんと蓮舫を支援しない、それどころか小池候補を支援すると発表。宇都宮健治、鳥越俊太郎の時はオール左翼で仲良く一丸となれたのに、なんでなんだっていう話なんですけど、これにへたれたのか泉健太立憲代表、立憲として推薦しないことも十分あり得る、昨日離党しましたからね。そしたら蓮舫さん共産党候補になっちゃうじゃないですか。ソビエト連邦だからそれでもいいのかな。世論です、もはや共産候補名物打ち毛羽始まった。そうでしたっけ、うふふ。連合本体から嫌いた蓮舫を応援なんかできないだろう。共産党候補になっちゃうよ。実際共産党の候補でしょ。泉としては追い出しに成功、打ち毛羽というよりこれ連合の批判回避だろう。バカで批判もまた外れで、党内ででかい顔する蓮舫を泉は追い出したかったんじゃないかな。代表の地位脅かしそうだし、目障りだしね。無所属で立候補するために離党届出した時はやったって思ったんじゃないですかね。共産嫌いの吉野会長になったんで、オール左翼で応援することが不可能になっちゃったんですね。事務局長も共産党嫌いなようしね。立憲と共産今後の選挙協力にも暗雲ですねこれ。中国では、東京中国ではうまいこと言ったみたいだけど、仲良く弱体して化してくれることを強く希望いたします。やっぱりね、一丸となられるとこなられると潰しにくいもんね、弱らせにくいもんね。南千住で凱旋やったんですよこの前。今週かな、一昨日だっけかな、やったんですよ。したらね、通行人の方にですね、都知事選挙50人も出るってラジオで言ってたけど本当なの、あ本当ですよ、選挙遊びに使ってるよね、ねえ呆れてましたけれどもね。全く一人枠に同じ党から複数出すってどういうことなんだっていう話なんですけどね。まあまあ遊びに、使ってるよね。ヘズマ流なんかも出るみたいだしね。今日の単身です。NHK 最新内閣支持率調査 21% で過去最低更新。時事通信調査でも 16.4% で過去最低更新。不支持率 60% で過去最高。4万円の定額減税したのになぜ？点点点。年収500万円で子供1人のモデルケースだと、定額減税分は3人いるから12万円なんですけど、少子化対策の名目で保険料上がるし、いきなり再エネ付加税3倍になったし、森林環境税その他もろもろ合わせると約13万円の負担増だそうであります。実質賃金も2年以上連続減少してるし、増税ばっかりって思われてるしね。岸田が総理のうちは支持率が上向くことはないと思います。国立大学の約4割が女子枠を設定し下駄を履かせると回答。男だからという理由で女子より点数がいいのに不合格になる男子が出てきますねこれね。女子枠スカスカで名前かけたら合格なんて事態もありえますね。こいつら男女平等が何かまるで分かってないですね。いよいよいいよいいよ、大学の質が落ちるだけだから好きにやってる。これやらせてんの文科省ですかね。さすがね、前川喜平貧困調査員がトップにまで登れた、最低象徴ですよね、ここね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。